おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。この国会も昨日が会期末、事実上この金曜日で国会182日間この審議が終わったわけでございますが、今回の国会の最中に7月のこの上旬の西日本の大雨による災害、京都でも5名の方がお亡くなりになる、また日本全体では220人を超える、この死亡、そしてまたまだ行方の知れない方が何十人もおられるということでございます。お亡くなりになった方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆さん方に心からお見舞いを申し上げたいと思っております。で、私もこの災害が起きましたから次の週に国会の合間を縫いまして、この視察をしてまいりました。そこに知事も来ておられたり、また自民党からも竹下総務会長が来られたり、いろんな方がこの視察、現地視察をして、今回の災害の原因が一体何だったのかと、それからどうしてこれから復興していくかと、こうしたことを考えるために現地を視察してきたわけでありますけれども、まず京都府内でお亡くなりになった、綾部市で3名の方がお亡くなりになったわけでありますけれども、この場所に行きまして驚きましたのは、この土砂が崩れてきて家が押し潰されてお亡くなりになったんですけれども、お亡くなりになった方は全て1階で寝ておられた方です。で、2階に寝ておられた方は実は家が倒れても無事にこの救出がされています。このことはまさに災害が起きました時に1階ではなくて2階で休んでいる、2階に避難する、いわゆる垂直避難、そういう言い方もされますけれども、できるだけこの避難所に逃げられない場合には2階に住んでいる、2階に休んでいるということが命を守ることにつながるということであります。で、特にこの田舎に参りますと、まだこのいわゆるわらぶきの農家があります。で、わらぶきで上にトタンを引いた、そういう形の農家たくさんあるんですけれども、今回土砂災害で潰されたのもそういう農家が一軒ありました。で、ここの前には、こういったわらぶき屋根は2階がありませんから、1階でお休みになっていて、そのままお二人のお年寄りのご夫婦が命を落としてしまわれたんですけれども、もしもこの2階はないけれども大きな大屋根がありますから、その上の部分っていうのは難度部分になっていて、いろんなものを置いてるところがあるわけです。で、そこにもし避難していればこの屋根自身は潰れていませんから、おそらく命は助かったんだろうと思われます。隣に、潰れたお家は2階建てでありました。1階で休んでいた方はお亡くなりになったけれども、2階で休んでおられた方はこれは先ほど言いましたように無事救出がされていると、まさにこの垂直避難というのが一番大事だということで、ぜひ皆さん方にもこうした大雨、また何度も起こるかも分かりません、参考にしていただきたいと思っています。それからいわゆるこの土砂災害ではなくて、この浸水、床上床下、さまざまな浸水以外、これも2700件ほど京都府下でもあったということでありますけれども、特に被害が大きかったのがこの京都府北部由良川流域であります。で、ここにも私は回りましたけれども、実は由良川というのは山地河川と呼ばれてますけれども、まさに山の合間を縫うように流れている。で、丹波丹後のこの山地を流れて最後はこの日本海に流れ出すわけでありますけれども、もともと山地河川といいますのは、その狭隘なこの部分を通っていきます。そしてその谷合を土砂を押し流していって、その河川の流域に小さな平地ができている、そして河口付近にはそれなりの平地が出てくるわけでありますけれども、基本的にそういう山地河川というのは堤防がもともとないわけです。つまり山そのものが堤防になっているわけでありまして、人間が住んでいる平地部分というのはまさにかつての河川敷、氾濫源のその後に、この人間が住むようになっているわけであります。そう考えてみると、
これはもう堤防がないという以前に川の中にもともと我々人間が住んでいるという認識をしておいた方がいいんではないかという私は印象を持ちました。まあ、そう考えると実は湯田川だけではなくて京都盆地もそうなんですけれども、これはもう桂川と鴨川、高野川、まあ、こうした大きな川が流れて氾濫を繰り返して、ここの土砂が山から流れてきたのが積もっていわゆる扇状地です。まあ、そうした平地の上にかつての氾濫の上に京都盆地もあるわけで、まあ、日本全体で考えてみると7割が山岳地帯、山であります。で3割が平地でありますが、その平地のほとんどは今私が言いましたように川が流れ出してきた、その押し流してきた土砂が積もり積もって平地になってそこで暮らしをしているということは、日本全体がまさに川の中で暮らしているんだと、こういう認識をしなければならないわけです。そして昔はまだ人口が少なかった頃は人間は大体その流れ出した土砂、大変肥沃な大地になっておりますから、そこで田んぼを作ったり物を作ったり、まあ、してきたわけでありますけれども、自分たちが住むのはちょっと小高い丘の部分に住んでいた。でところがどんどん人口が多くなってくると、まあ、小高い丘だけでは済みませんから、だんだんこの平地の方にも人が住むようになる。でそういうふうにして生活を重ねてきたんですけれども、今1億2000万日本の人口があるわけで、まあ、こうした方々が今住んでいる分っていうのはほとんど元々の氾濫源であります。従いまして人間がこの住むためにはこの命を守るためのインフラ整備、堤防もそうであります、かさ上げをするということもそうでしょう、まあ、様々なこの河川の氾濫に対して備えを積み重ねてやってきて、なんとかこの人間が住む場所が守ることができると、まあ、そういうことを何百年何千年にわたって実は人間やってきてるわけであります。でこの現代社会におきましても、そういうやっぱりインフラ整備は怠らず継続してやってこなければならなかったんですけれども、まあ、ここ何年か特に、まあ、バブルが崩壊してからあと20年近くなりますけれども、まさに、まあ、公共事業というのはもう無駄の塊なんだ、そういう形で公共事業に対する、まあ、この評価が非常に低くなった、まあ、そのために、まあ、民主党政権の時にはコンクリートから人だという形で、まあ、公共事業そのものをストップさせてしまうと、そういう、まあ、バカなこともやってしまいました。かつてのあのヤンバダムというのを止めた話なんてのはその典型ですけれども、まあ、しかしこれもヤンバダムもやっぱりやらなきゃダメだということで工事が再開されて作られたわけでありますが、まあ、いずれにいたしましても、まあ、自民党政権の時も実はこの公共事業というのはどんどん少なくしてしまっていました。でかつては公共事業費補正予算も入れると14兆円ぐらいまであったと思いますけれども、今はもう当初予算で6兆円しかない、まさに半減しているわけです。でこうしたことが結局さまざまなインフラ整備、この土砂の流出を抑えるために砂防ダムを作るとか、浸水被害をなくすために堤防をしっかり作っておくとか、まあ、こういうことの積み重ねができてなかったんじゃないか、これ大きな反省点としてあるわけです。さらに、まあ、この時代20年間ずっと言われてきたのが地方分権だと、ということで、まあ、地方分権というのは権限財源、これも国から地方に渡していきましょうと、こういう話になりました。でかつては建設省が全国さまざまな地域の川を調べて、そこの付近の土砂災害浸水被害にならないようにこの直接箇所付けをして予算を配分していくと、まあ、こういうことがされていたわけであります。しかし地方分権になると、まあ、そんな国から見てもらってもらわなくていいから自分たちにお金を渡してくれれば自分たちでやりますよということで、実は交付金という形で、まあ、使い方自分たちで考えてやってくれという形でお金を財源を渡すようになる。そうすると本当に必要なところにその予算がつけられていたのかというのは、まあ、建設省、今国土交通省ですけれども、ここの技官、まあ、いわゆるこの専門家集団は、まあ、いわゆる学者さんチームであります、まあ、そういう方々が山の形や川の形、そういうところを考えて箇所付けをしてくるわけでありますけれども、そういう知見がない、なかなか全国の都道府県市町村には
それだけの技術者が揃っているわけじゃありません。そしてさらにお金を今度は直接地方に渡していくと、いわゆる防災、この被害の止めるための予算というのははっきり言って目立ったもんじゃありません。それよりも市民会館を作る、そうした方が市民受けはいい、さまざまな福祉のサービスを上げる、その方が住民受けはいいわけです。そういうことから結局命を本当に守るためのインフラ整備がおろそかになってくる。でそういうことの積み重ねを20年間我々振り返って考えてみると、本当の使わなきゃならないところの予算を減らしてしまってしまったんじゃないか。で結果的にそういうことが積み重なって災害がこの頃頻発している。もちろん、異常気象と言われるほど大変、この今まで経験したことのないような雨が降っていることも事実であります。しかしだからこそ我々はその積み上げたことをしていかなければならないんじゃなかったのかと、ここは大きな反省点として、今後二度とこうした災害が起きないようにやっていかなければならないと思っております。そういうことで、今回のこのさまざまな被災の状況を見てますと、我々がこれから教訓としなければならないことはたくさんあったわけであります。さてそこで我々この安倍政権の下で、もともと安倍総理になってから公共事業をどんどん減らしていった、そういう民主党政権からは違う方向にしっかりインフラ整備をやろうと、こういうことになってきたわけでありますけれども、しかしまだまだ十分な予算がついているとは言えません。その理由はインフラ整備ももちろん大事なんだけれども、もう片方でいわゆる財政再建をしないと日本の国は財政が破綻するんじゃないか、こういうことが長い間喧伝されてきたわけであります。でその結果政府の方も積極的にそういうインフラ整備、防災のための予算措置やらなきゃならないけれども、それもある程度金額が限られてくる。なぜならば財政拡大していくと、いわゆるプライマリーバランス、この基礎的財政収支というものが黒字化を目指しているのがなかなかできないんじゃないか、そこでこれもあまり大きな金額ができなかったわけです。で私はもともとこのプライマリーバランス理論というのは全くのデタラメ話だということをずっと訴えてきております。でようやく来年度の予算向けて、この基礎的な方向を決める骨太の方針というところで、このプライマリーバランス、とにかく来年から7年間はしばらくそれにこだわらないで積極的に投資をやっていくと、こういう方向になりましたけれども、このプライマリーバランス論というのが本当に日本のさまざまな必要な予算をこの出さなくなしてしまった一番の、この原因を作っているわけであります。ここはしっかりと整理をしなければならないと思っております。特になぜプライマリーバランス、いわゆる財政再建、これがそんなに大きな問題じゃないかと申しますと、今一番大事なのは日本の経済先行きがなかなか見えなくて、なかなかこの少子化も止まりませんし、そしてその結果人口が減ってくる、人手不足になる。そうすると景気がせっかく良い方向に向いてるんだけれども、人手不足のためにこの従業員を雇えない、さらにはこの人口が減ってくるというのは消費者不足になりますから、売り上げが伸びない、そんな中でこれから日本どうするんだという、こういうジレンマに陥っているわけでありますが、この問題を解決するためにはまず人口なぜこれだけ少子化になったのかと、ここをやっぱり整理をしておく必要があると思っています。その一番大きな原因を作ったのはやはりバブルが終わった後景気が非常に悪い状態が続いた。そしてその時に誤った処方箋で経済政策をやってきたと私は思っております。それは本当はバブルが崩壊した時にしっかり政府が下支えをして、そして雇用を守っていくと、そして景気をしっかり下支えしてもう一度浮揚させていくようにさまざまな予算措置をしていくべきだった。しかしそういう予算措置も多少はしましたけれども、あまりにもいわゆるバブルの時の不良債権、これが大きかったためになかなかこの焼け石に水のような形になってしまい、その後逆にもうこれ以上やっても意味がないんだと、むしろこの民間企業がどんどんいわゆるこの不良債権処理のためにこの債務を返済して
そして身の丈に合った経営をしている。その時にこれ以上どんどん国の方が予算を伸ばしていくことはけしからんことだ、まあ、こういう、ま、間違った世論が湧き上がってきて、結局財政出動そのものをやめてしまいました。結果的に何が起こったのかと、これはもう経済どん底に落ちました。落ちた上にこの新卒者、大学を卒業して働くところのこのいわゆるこの正規産業がゴクンと減ってしまって、非正規でないと、まあ、つまりアルバイトのような形でこのつないでいくという形がたくさん増えてしまった。で結果的にその方々が今30代後半になっているわけです。でこういう方々が本来結婚して子供を作って、そして次の世代を育っていくはずの世代がなかなか結婚もできない、子供も作れない、まあ、そういう環境を作ってしまったんではないかと。やっぱりここは大きな我々反省点であると思っています。でそのために私はこれから安倍総理に進言をしておりますのは、もう一度そういった方々に次の世代しっかり結婚して育てることができるように子ども手当を復活させるべきだ。でもちろんこれ民主党がやった子ども手当とは違って、民主党の時には財源がない上にそういう予算措置をしましたから、これは1年も続かなかったわけです。私はこれはしっかり財源措置をして、子どもさんが生まれたら1、2、4、3、4としっかり子どもを育てるための手当を出しておけば、大学を卒業させるまでしっかり親御さんが経済的なそういう心配をしなくても子どもが育てられるということで、間違いなく少子化の歯止めがつきます。そしてその財源は法人税、どんどん減税してきましたけれども、もう一度法人税をこの税率を上げてその分を分配していくという形をすればいいと思っています。で先ほど言いましたように、会社の経営者の方が一番困っているのはこれから先人手不足でどうするんだ、それからこれから先人口が減って消費者が減ってきてどうするんだ、この問題が一番大きな頭を抱えておられ、またこれは民間企業ではどうしようもない話なんです。でこれを解決するのが政治の力でありますから、今私が言いましたように法人から多少の課税を増やして、その分をもう一度子育ての方に分配していく、そういう仕組みが恒常的にこれ続くということになりますと、安心して結婚して子供を作って、そして大学まで行かしてやることができる、そういう、まあ、先行きに対する安心感というのが見えてくるわけです。で私はこれからしなければならないのは、そういう未来に対する安心感、もうそういうものをしっかり示していくことだと。先ほどの防災の話もそうですけれども、子育て含め将来に対する不安感を取り除いていくということが政治の信頼を取り戻すことでありますし、また皆さんそれぞれの生活に対する将来像がしっかり描ける、そのもとにもなってくると思うわけであります、まあ、そうしたことをこれから安倍さんはこの自民党の総裁選、この夏に行われますが、この立候補されるときにぜひその中の公約の中に入れていただきたいと思っているわけであります。さて来年は、この統一地方選挙があります。隣に立っておられる秋田浩二副会議員、来年は4期目の選挙になるわけであります。今自民党議員団の代表幹事として、ありがとうございます、まあ、自民党のこの要としてしっかりこの働いていただいておりますけれども、来年も必ずこの秋田浩二さんにこのトップ当選で南区から府議会に送っていただきたい。そしてさらにこの南区で司会に出ておられる向田隆友さん、それから島本教授さん、この2人の司会議員にも必ず議席を守っていただいて、3人でこの南区をしっかり支えていただきたいと思っております。その他共闘不可で多くの自民党の公認候補が立候補する予定でございます。ぜひとも来年の統一地方選挙に向けて我々自民党に大きなご支援をいただきたいと思っております。そしてその後の7月には参議院選挙があります。私西田昌司が、まあ、来年は3期目の参議院選挙になるわけでありますけれども、ぜひ皆さん方にも統一地方選挙の後の参議院選挙もご支援をお願いしたいと、まあ、そのことをお願い申し上げまして、私参議院議員の西田昌司からの街頭遊説を終わらせていただきます。続きまして、ありがとうございました、秋田浩二副会議員から共同不正の状況につきましてもお話をいただきますので、もうしばらくのご静聴をお願いいたします。